オセロで買ったらチューしていい？え、かわいい、かわいい。子供の頃ってこと？これは学生時代です。高校ぐらいの時ですね。屋敷さんのオセロで買ったらチューしていいは負けたパターンは考えてたんですか？考えてなかったっすね。おお、実際は、実際はでもチューしましたよ。あ、勝って。確か。まあ、どなたが一番怪しいかですからね。じゃあオセロにしましょうか、うん、なるほど。さあ、それでは改めてピンク人狼は誰なのか指名してください。はい、ピンク人狼は屋敷さんです。僕はじゃん